コロンビアを140人の所有者から集めた。この用地取得は、コネチカット総合生命保険によって1エーカーあたり1500ドルで買われた。1963年10月、この買収がハワード軍の住人に明かされ、不思議な買収について噂が立つに任せた。その噂には、病気を研究する研究室の用地であるとか、巨大な大比の山にするつもりだとかいうものがあった。 ジェームズ・ W ・ラウズは買収が明らかになった時に軍を脅かすような飛び地や点による開発を避けることになる新しい計画都市としてコロンビアを説明した。この新しい都市は仕事、学校、買い物及び医療サービスが完備し、家は幅広いものから選択できるものとしていた。商業開発から生まれる資産税によって軍が住宅に与える 追加的サービスを補えるものとしていた。コロンビアの都市計画には通常の計画者たちだけでなくワークグループと呼ばれた社会科学で全国的に認められた専門的指揮者を集めてもいた。ワークグループの会合は1回2日間、月2回半年間行われ、計画者たちに教育、レクリエーション、宗教及び健康管理はもとより、 社会的交流法を改善することにまで踏み込むべきと示唆した。公開授業、異教徒間の集会施設及び当時としては革新的な医者の集団検診による健康維持機構というアイディアがこれら集会の中から出てきた。コロンビアは自治体化されなかったが、ある程度の統治はコロンビア協会が行っている。例えば私有財産に関連して自宅所有者組合として、 共通の地域や機能を管理することである。コロンビア協会の初代監督は、ジョン・エスタブルック・スレートンだったが1967年初期に死んだ。ワイルドコの集会所であるスレートンの家は、コロンビアの初期計画にスレートンが貢献したことをた,たいて名付けられたものである。物理的な計画として、地区や集落の中心などがこれらの集会で決定された。コロンビアの ニュータウン地区区割りに関する条例では、どこに何を配置するかについて、具体的なプロジェクトごとに、軍の承認を得ることなく、進められるよう大きな自由度を与えていた。コロンビアで最初に開発された集落は、ワイルドレークだった。コロンビアで最初の高校は1971年に開校した、ワイルドレーク高校であり、国内のモデル学校を目された。 解放教室として建設され、1996年に一旦解体されて同じ場所に再建された。コロンビアの領域はコロンビア協会が統治する地域だけだったが、郵便局と国国政調査局によってさらに大きな領域がその名前の下に加えられた。この中には、シンプソンビル、アソルトンなどコロンビアより前からある地域社会もいくつか含まれ、 国勢調査指定地域では、クラークスビルや、サベージも入った。ワークグループが設定した目標を達成するために、コロンビアのマスタープランは10の自己完結型ビレッジを要求し、その周りで日々の生活が展開されるものとした。コロンビアの中心区画は、モールインコロンビアと人口のキットマクンリコとされた。ビレッジの概念は、ジェームズ・ W ・ラウズが育った。 イーストンのような小さな街の感覚を与えることが目されている。各ビレッジにはいくつかの地区がある。ビレッジの中心には中学校と高校がある。すべてのビレッジにショッピングセンター、レクリエーション設備、地域センター、歩行者と自転車の道の体系、および家屋がある。四つのビレッジには様々な宗派が共同して所有し運営する共有礼拝設備である。 異教都間集会施設がある。コロンビアの地区の大半には一戸建て住宅、タウンハウス、マンション及びアパートがある。当初の計画では、クラレンス・ペリーの地区概念に従い、一つの地区の子供たちがすべて同じ学校に通い、地区を一つの地域社会に融合させて、コロンビアのすべての子供たちが同じ高品質の教育を受けるものとされた。 コロンビアの通りは有名な芸術や文学作品からその名を取っている。例えば、ホビッツグレン地区の通りは J.R.R. トールキンの作品から命名されている。ラニングブルック地区ではロバート・フロストの死から、クレメンス・クロッシング地区ではマーク・トウェインの作品からという具合である。ミッシー・バーク等の著作、をあなたはコロンビアに住まなければならない。には、 コロンビアの通りな土地名について芸術、地及び歴史的起源が並べられている。2006年雑誌マネーではアメリカ合衆国の住みたい場所を百欠の中でコロンビアを第4位にランク付けした。2008年コロンビアとエリコット氏は同じランキングで第8位に入った。コロンビアの公立学校はハワード郡公立教育学区によって運営されている。 2007年から2008年の教育年で次の高校がコロンビアの生徒を受け入れている。これら高校のほとんどはコロンビア以外からも生徒を受け入れており、このことは中学校や小学校の場合も同様である。コロンビアには伝統的な4年生カレッジや大学はないが、カレッジに相当する機関がある。ハワードコミュニティカレッジが町中心近くにあり、フェニックス大学。 アメリカンキャリアインスティチュート及びロヨラメリーランドカレッジが街の東側に設備を持っている。ハワード軍公共図書館システムの6支所のうち2支所がコロンビアにある。タウンセンターの中央図書館とオーウェンブラウンにあるイーストコロンビア支所である。医療はボルティモアにある有名なジョン・ホプキンス病院の産加にあり、最近回収されたハワード軍総合病院で受けることができる。 コロンビア医療プランは、市内でも、最大の健康維持組織である。しかし最近、この計画はいくつかの医療集団に分割され、単に、ツインノールズビルを共有するだけになった。今日、コロンビアゲートウェイ工業パークに位置するカイザー、パーマネンテ施設がある。営業時間後の医療を提供する夜間、治療センターなど多くの医院もある。モールインコロンビアの内部モールインコロンビアは、 大きな地域ショッピングセンターであり、ノードストローム、ロードテイラー、シアーズ、メイシーズ及び JC ペニーという5つの百貨店が期間店になり、200以上の店舗とレストランが入っている。またその外側には14スクリーンのシネマコンプレックスである AMC シアターズ、小売りの LLB ン、レストランのチーズケークファクトリー、及びバンクオブアメリカが店舗を構えている。このモールは、 地域社会の中心となり、タウンセンターに位置している。コロンビア地域には他にもいくつかのショッピングセンターがあり、スノーデンスクエア、コロンビアクロッシングアイアンドツー、ドビンセンター、ゲートウェイ、オーバールク、エリコット市のロングゲート、ショッピングセンター、ハノーバーのアランデルミルズなどがある。コロンビアの9つのビレッジ中心には、近くでショッピングができる住宅地区があり、多くは スーパーマーケット、ガソリンスタンド、支店、ドライクリーニング店、レストラン及び美容室などが備わっている。伝統的な商店街とは異なり、個々の店舗が道路から見えないように配置されている。この配置では、新参者やよそから来訪した者が、どのような買い物ができるのか分かりにくいという批判がある。アメリカの道路際によくあるけばけばしさがないので、賞賛する声もある。 ビレッジ中心は時間とともに変化してきた。オークランドミルズのビレッジ中心は伝統的なレイアウトであり、店舗が中央の回廊沿いにあった。これが1990年代に解体され、より伝統的な商店街に変わってきた。キングスコントライバンスのビレッジ中心は2007年と2008年に建設が行われ、新しくハリスティーターが加わったが、 当初の中央回廊と広場を中心とする店舗という性格を残している。ジェームズ・ W ・ラウズはこの街を単なる郊外のベッドタウンではないと考え、東端の大きな地域を工業用地にはリフった。この開発面の中心はゼネラルエレクトリック社の1125エーカーに及ぶ家電工場だった。この工場は1 9 7二年に創業を始め、1 9九十年には 閉鎖され、21エーカーを除いて、ハワード軍に買い戻された。その一区画は、有害廃棄物の除去が行われた後に、ビッグボックス小売店のために再開発され、残りは、ゲートウェイコマースの大型複合事務所となり、現在も拡張中である。現在もその南に、小さな工業地帯があるが、多かれ少なかれ東コロンビア地域は、商業の不動産、事務所、 小売店及び卸店が支配的になっている。これはタウンセンター地域をコロンビアの商業中心と見ていた当初の計画とは幾分異なっている。アメリカ合衆国連邦政府がコロンビア住民に多くの食を提供している。コロンビア周辺にはいくつかの大きな国防総省機関や研究開発施設があり、その最大のものはジョージ・ジー・ミード取にある。 アメリカ国家安全保障局と応用物理、研究室であり、どちらもコロンビア建設の時より前からあった。この地域に研究施設を持つ会社としては、W.R. グレースカンパニーとウエストバコがある。さらに遠く、ボルティモアやワシントン D.C. にある政府機関や、その契約者については、多くのコロンビア住人が通勤している。マギー・ムー社が独立会社であるとき その本社がコロンビアにあった。ワイルドコレクリエーションは常にコロンビアのコンセプトで重要な部分を占めていた。コロンビア住人からは CA と呼ばれる家屋所有者の組織、コロンビア協会がレクリエーション設備の大半を建設し、運営し、維持している。その運営施設は23カ所の屋外水泳プール、6カ所の屋内プール、2カ所のウォータースライド、 アイススケートとローラースケートのリンク、乗馬センター、ミニチュアゴルフコースのある、スポーツ公園、スケートボードの公園、バッティングケージ、ピクニック用、パビリオン、クラブハウスと運動場、3カ所のアスレティッククラブ、多くの屋内及び、屋外のテニスとバスケットボール、バレーボール、スカッシュ、ラケットボールのコート、及びランニング用トラックなどである。2006年2月、ミネソタ州の会社である、 ライフタイムフィットネスがコロンビアゲートウェイ工業パークの外れに24、7ヘルスクラブをオープンした。この施設には屋外プール1つとウォータースライドのある屋内プール2つ、ラケットボールコート、バスケットボールコート、フィットネス用具、およびピラティスとヨガの設備が整えられている。市内にはキッタマクンリコ、エルクホンコおよびワイルドコトつの湖があり、その周りは 公園が取り囲み、セーリング、釣り及びボート漕ぎが楽しめる。ジョギング、散策及び自転車乗りのための全長80マイルの道路148カ所の幼児用遊び場という場もある。9つのビレッジ中心、15の地区中心及び4つのシニアセンターでは様々な地区活動のための大きなスペースが確保されている。 ここでは1年間を通じて様々な祭りや行事があり、夏の間には、きったまくんディコガンでの娯楽やコロンビア芸術祭が開かれている。1970年代に設立されたコロンビアガーデナーズの指導で、庭園区画が貸し出されている。市内3カ所に約350の庭園区画があり、1年30ドルという、低料金で貸し出されている。コロンビアにはナイトクラブがなく、 バンドの演奏などは地元のバーで行われている。コロンビアモール近くキッタマクンディコガンのクライドやオーウェンブラウンのそのまの店で定期的に演奏が行われている。よく知られた屋外コンサート会場であるメルウェザーポストパビリオンでは多くの演奏家が公演している。さらにいくつかの芸能組織があり、商業劇場のトビーズディナー劇場で公演を行っている。ここでは サーロリーモダン・ミリー、アイーダ、タイタニック及びラグタイムの地域初演が行われ、また2008年にはザ・プロデューサーズのメリーランド州とバージニア州での初演が行われた。ザ・プロデューサーズはハワードコミュニティカレッジのレップステージでも公演された。キングスコントライバンスビレッジ中心にあるマイケルのパブでは毎月最終火曜日の夜にタグラインコメディクラブが登場している。 コロンビアの当初の計画では、ビレッジ中心間を結ぶ優先道路のあるミニバスのシステムを求めていた。優先道路が建設されることはなかったが、コロンバスという名前で、コロンバス協会がミニバスを運行された。これは、最終的にハワード軍に引き継がれた。コロンビアには、ハワードトランジットの定期路線6つがあり、エリコット市やボルチモアワシントン国際空港など金坊とをつなぎ、 メリーランド交通管理者のルートでワシントン DC やボルティモアとの行き来ができる。メリーランド交通管理者の通勤バスはコロンビアとワシントンメトロの系統とを結んでいる。コロンビアの域内には鉄道駅がないが同市にあるマークトレインの駅にはハワードトランジットのバスで行くことができる。コロンビアの中心は 北緯39度12分13秒整形76度51分25秒北緯39.20361度整形76.85694度39.20361-76.85694に位置するしかしその正確な領域についてはかなりの混乱がある最も厳密な定義によればコロンビアはコロンビア協会による 協定の範囲内で統治している領域のみである。これはアメリカ合衆国国勢調査局による報告値よりもかなり小さくなる。国勢調査局による報告値では、オーバーンの地域全面積は27.7平方マイル。この内陸地が27.6平方マイルであり、水域は0.1平方マイル。水域率はセントである。これには、 コロンビア協会の視野に入っていなかった古いコミュニティも多く含んでおり、ホリディヒルズ、ダイヤモンドバックやオールビューの小区画と、元はシンプソンビルの町に入っていた領域、さらにはクラークスビルの東側にある小さな領域も入っている。これらの領域は新しい町の一部ではなく、生活機能についても直接支援されていない。これらの領域のいくらかは、 郵便番号では、コロンビアに含まれており、またそうでない領域もある。コロンビアは、メリーランド州のピードモント大地にあり、その東端は、滝線上にある。気候は、メリーランド州中部の気候と同じであり、暑く湿度の高い夏と寒いが、湿度のある冬を経験する。コロンビアの主要な地形は、うねりのある丘陵と小川に沿った谷である。 コロンビアの道路網はこの地形に沿わせてあり、道路は曲がりくねり、行き止まりもある。標高は200から500フィートである。雨水はミドルパタクセント側とリトルパタクセント側に流れる。町の建設中に小川をせき止めて作った3つの人工庫がある。シンフォニーの森沿いでは多くの成長した子たちがコロンビアで維持されている。 領域内西部のハーパーズ・チョイスとリバーヒル・ビレッジの間には大規模なミドルパタクセント川、環境保護地域があり、河川流域の大半を開発から保護している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。コロンビアは次の計画都市と姉妹都市提携を結んでいる。コロンビア協会は、ハワード郡公立学校に入学しているフランスやスペインの生徒たちのために、 夏の交換プログラムを実施している。ありがとうございます。